楽しみといえば、うん、この後ね、うん、ゲストに重松さんいらっしゃいます。いや来ますよ。あの乗っ取りゲスト の石川さんと桑原さん以来ですって。そっか、ゲストっていうか私たちがゲスト。まあそうだね。だからもうちゃんとしたゲストっていうのは重松さんが初めて。初めてぐらいの。いやこれはもうね、みんなも聞きたいことたくさんあるから。そうなの。めちゃめちゃメール来てるらしいよ。私まだちょっと緊張してるよ。あ本当に。話したことないの。そうだよね、うん、なんかさ、アフレコの時違うね、アイアネルがね喋りかけづらいオーラ出してんのよ、ね、出してないわ。出してんの、ね、誰も話しかけらんないの。誰も私に用がないから。俺も話しかけらんないの。いや話してたわそれ。ずっと子供の話してた。じゃあちょっとね、これを機にちょっと親密になってくださいよ。ぜひ。わかりました。いろんなこと聞いてください。横にいるのよ。目合わないの。会えよ、合わせようよ。横向かない。一回目チラッて。なんだそれ。お見合いじゃねえんだからさ。違うのよ。目がキラキラしてる。キラキラしてるよね。してんのよ。もう焼け焦げるから嫌なのよ。はい、ちょっとじゃあ。はい。神様になったラジオをお聞きの皆様、はじめまして。鈴木ひろと役の重松千春です。いらっしゃい。お呼びいただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね。爽やかな風吹きましたね。いいのよ。私ずっとアフレコ現場から気になる存在ではあったよ、うん。気になる存在だった。うん、でもなかなか肌すごい綺麗なの。ちょっとそうだよね。あと爪もツルツルなの。でも、うん、実はですよ、うん、さっき僕が見たウィキの情報によると、うん、この中で一番年上なの。私30です。私29。 あなたは27になったですよね。言えないよね。言えないわ。なんかね、いいのよ、あのね、まとってる空気がね、なんかね、はい、しなやかでいいの。しなやかだよね。なかなかね、うん、こう男性声優では摂取できない成分。摂取できる。わかる。なんかちょっと業界が違う感じするよ、ね、いいのよそれが。なんかすごくいいなと思ってたから、はい、私ずっと見てたよ、アフレコ現場。あ、見てました。見て、本当ですか。見てました。あ、見てたんですか。そう、なんか、あ、そうですか。足細くってさ、いつもスキニー履いてるんだけど。見てるね、見てるね。本当に。そう、スキニーにちょっと5センチぐらいヒールがある、あの革靴みたいなの履いてる。あ、履いてる履いてる。すごいスタイルよくって、うん、で多分ちゃんと爪磨きとかされてるって感じですよね。結構美容に気を使われてるってことなんですか。いや、めちゃめちゃいい。いや、そんなことないですよ。あ、じゃあもう天然だ。首にシワがないの。本当だ。すごくない。見ないでください。首にシワないの。見ないでください。首シワシワだぜ。私も出てきてるから、ね、やばいねこれね。これすごいの。だからいろいろ聞きたいなと思ったの、うん、はい。